空中庭園。私だってここは憧れの場所だった。昇格ネットワークの真相、聞かない方がいい真実もあるわ。あなたはそのままでいい。それで十分でしょう。地球は人間が絶滅したらどうなると思う？緊張しないで、あなたの答えを聞きたいだけ。こういうことをするってことは、あなたの過去すべてを敵に回す覚悟ができてるのよね。意味のない行為だわ。楽しいの？あなた、いつも私に何か聞きたそうな顔をしてる。これが人間の未知への探求心。ある人は新たな良き人生を迎え、ある人は破滅に向かう。あなたを待つのはどんな結末なのかしら。世界はあなたが少し休んだくらいで滅んだりはしない。私が保証する。隊員から言われたりしない？あなたの寝顔を見てるといたずらしたくなるって。姉さん、あなたも私の前から去るの？なら人間をこの世界に生かす価値はない。